皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は中学1年生の歴史、大航海時代というタイトルで有名な3人についてお話しします。特にスペインとポルトガル、ね、この国がたくさん船を出して航路を探していました。これなぜかというと、アジアの香辛料、これが欲しかったんですね。当時香辛料を手に入れるためには地中海貿易、これをしていたイタリアの商人の手を通す、イスラム商人の手を通す、こういう形で買っていたので香辛料とても高いものだったんですね。それでなんとか船で行って香辛料を手に入れられないかということで航路を探していたということです。まず最初はコロンブスのお話からしましょう。コロンブスというのはイタリア人です、ね、マルコポーロの東方見聞録という本を読んで黄金の国ジパングに行ってみたいと考えていました。そして同じイタリアの町フィレンツェの医師トスカネルリという人が地球は球状であると考えてその世界地図を作ってコロンブスに送っていたんですね。でこれを見てコロンブスは西に進めばアジアにたどり着けるってこう考えました。でも航海をするにはお金かかりますよね。で援助してくれる国を探すわけです。最初にポルトガルの国王に航海の援助をお願いします。でもこれは失敗してしまいます。そして次にスペインに行ってスペインの王様と王妃様、この人にお願いするとなんとか資金、船、乗組員の援助、ね、してくれるという返事をもらうことができました。スペインはもちろん香辛料もですけれど欲しかったんですけれど、布教、キリスト教を広めたいということもあってコロンブス援助することに決めました。でもね、この乗組員なかなか集まらなかったんです。なぜかというと当時はまだね、地球は平らで一番隅まで行くと下に落っこっちゃうと、こう考えてる人がたくさんいたんですね。ですからコロンブスの船に乗りたくないってみんな考えたんですね。そこで王様はこう罪を犯した人に向かって、もしお前たちがコロンブスの船に乗って行くなら罪は許そうと、ね、こんなこと言います。でなんとか乗組員集まったのでコロンブスの船には実は罪を犯した人たちが何人も乗っていたんですね。そしてようやく1492年の8月3日3隻の船でスペインのバルス港を出発します。サンタマリア号、ニーニャ号でピンタ号という、これは変な名前ですけどね、日本人からするとそういう船で、アメリカ大陸のに向かっていくんですね。で10月の2日にカリブ海の島にたどり着きました。コロンブスはこのたどり着いたところインドだって信じていました。そして1493年3月スペインに帰ってきて大歓迎を受けます。コロンブスはこのあと3回合計で4回このカリブに行ってるんですけれど、ずっと自分が行ってるところはインドだと信じたままでした。さあ2人目です。2人目はバスコダガマです、バスコダガマというと喜望峰を通ってインド航路を見つけた人、ね、皆さんこう学校で勉強したと思うんですけど、この喜望峰というのは実はバスコダガマが見つけたところではありません、ね、バーソロミュー・ディアス、この人がこのアフリカ大陸のこの西側をずっとこう岸に沿って大陸に沿って下っていって、ここからインドの方に向かいたかったんですよ。ここで乗組員の人に反対されて戻ることになるんですね。その戻る時にここの喜望峰、ね、アフリカ大陸の一番南最南端のここを発見して国へポルトガルへ帰りました。最初この喜望峰というのは嵐の岬という名前ディアスはつけたんですけれど、その後王様が喜望峰という名前に変えました。ガマはポルトガル国王の命令で喜望峰を回ってインドに行く
航路を見つけるために、出発するんですね。出発したのは1497年7月、船は4隻、170人の乗組員で出かけます。でも喜望峰に着くまで嵐などにあって3ヶ月もかかってしまいました。で、インドのカリカットに着いたのはなんと翌年の5月20日、1498年5月の20日でした。このカリカットにはインドと貿易をしていたイスラムの商人たちがいて、この商人たちの妨害で取引実はあまりうまくいきませんでした。でも香辛料をできるだけ買って帰ることにしたんですね。で、このイスラム商人たちの中にはスペイン語とかイタリア語を話す人がいて、とてもガマは驚いたという記録も残っています。でもこの失敗したように思えた香辛料、実はね、1499年9月の18日に大航海を終えてリスボンにガマ帰ってくるんですけれど、これ2年2ヶ月もかかったんですけれど、実はこれね、売ってみると香辛料ってのは航海にかかった費用の60倍の値段で売れたんですね。ですから失敗だと思ったものが実は大成功だった、ね、そういう結果になりました。その後ポルトガルとイスラム商人の関係はだんだん悪くなります、ね、同じ航路を使って商売するんで、どちらが航路を取るかということで関係は悪くなるんですね。そして1509年にはポルトガルの艦隊とイスラムの艦隊が争います。そしてポルトガルの艦隊がイスラムの艦隊に勝ってこの商業用の航路を独占することになりました。この商業用の航路ポルトガルが独占すると、それまで地中海貿易で利益を上げていたイタリアの国々はだん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 力を失っていきました。さあ3人目はマゼランです。世界一周をした人ですね、まあ、本人は途中で亡くなってしまうので本人はしてないんですけどね、その艦隊が世界一周をしたということです。この人はポルトガル人です、ポルトガルの下級の貴族の人でした。で、インド総督で、ポルトガルのインド総督の下で働いていたんですけれど、1517年にそれを辞めてスペインに移っています。そしてスペイン国王の許可を得て1519年9月20日5隻の船に265人の乗員でサンルーカス港を出発します、ね、ここを出発して最初リオデジャネイロ、ブラジルのリオデジャネイロに着きます。そこからこの大陸を迂回するためにどん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 南へ下っていきます。途中で大きな川のラプラタ川ってあるんですけど、そこを海と間違えてラプラタ川を上流に向かって進むなんてこともありました。水を舐めてみると実は川の水だったので、あ、ここは海じゃないんだということに戻ってさらに南下していきます。しかし、ね、冬になるととても寒くて、この冬の寒さで5ヶ月も足止めされてしまいます。この辺りでですね、5ヶ月、進めなくなってしまいました。その間に寒さで亡くなったり、ね、食べ物が足りなくて亡くなったりする人がたくさん出ます。そしてようやく春になってマゼラン海峡、ここを通ってですね、ここを通って太平洋に出ました。この太平洋という名前、ね、これは実はマゼランがつけたんですね。ここを通って太平洋に出た時、実はこの太平洋とても静かで穏やかだったんです。で、その穏やかさから太平洋という名前をつけたと言われています。そしてここからずっとまた西に向かってフィリピンに来ます。で、1521年4月フィリピンでこの島の人たちと争ってマゼランはここで亡くなってしまいました。で、ここで生き残った人たちが1522年9月の6日同じサンルーカス港出発したところと同じ港、ここに帰ってきました。この時船は1隻ビクトリア号だけ、乗員はなんと18名しかいなかった、ね、とても大変な航海だった
ってことがこのことから分かりますね。でもこれが地球、世界は丸いということが初めて証明された瞬間、この瞬間になったということです。今回は大航海時代についてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。